今仕事終わりでお腹すいたねっていうことを話してたら、ラーメンをね食べたいねってなったので、これからマネージャーさんたちとラーメンを食べに行ってきます。イエーイ。とりあえず疲労のあっさりだけどデリー細麺で行きますか。行きましょう。はい、でも久しぶりに行くなあそこ。本当？うん。なんてたかな。月屋です。よく聞くやつじゃん。豚骨ベースの塩豚骨みたいな感じって言ったらいいかな、なんか透明豚骨スープなんですよ。それがなんか不思議で、見た目は塩ラーメンかなと思うんですけど、うんうん、スープ飲むと豚骨じゃんってなる、ね、着きました。おすすめは、うんうん、まあ、全部同じ味なんですけど、メニューはこんな感じです。豚豚そばがチャーシュー麺、うんうん、でこっちはまあオーソドックス、うんうんうん、でこの2種類のみです。ラーメンは、うん、オーソドックスにしよう。オーソドックス、オーソドックス豚そば、オッケー。私も豚そばにします。何回くらいしたことあるの。10回ぐらいですかね。本当すごいね。スープがもう美味しい。へえ、そうなんだ。何系のラーメンがさ一番好き。最近は博多系が好きですけど、豚骨か。要するに前はどんぐらい食べてたっけ。15とかは行ってました。本当。そうそう、朝昼晩もありました。ラーメン、本当に好きだよね。いい加減にしなさいって感じなんですよね。さすがによく太らないで入れるなって思う。お腹回りは結構来てます。3食食べた次の日とかは乾燥とかする。する日もあります。顔とかむくみません。朝一はちょっとむくむけど、それこそトウモロコシ茶とかカリウムを取ると。確かに飲んでる。そうそう、飲んでるイメージある。むくみがスッとなくなる。調整するんだとしたら、うん、もう12時間だか16時間だか食事を取らない、うん、お水オンリー、デトックス、デトックスタイムというか、うん、胃を休めて、はいはい、優しい食べ物から始まる。太ってきたなって自分でこう感じるから、うん、そうなったらその期間はラーメンをやめるかも。ああ、なるほどね。逆にさ、ラーメンの回数今はさちょっと減ってるわけじゃん、はい、効果あった？いらない気にして。ないです、ないです。ちょっと痩せたのとか。ない。美味しそう。素敵。可愛い器が。うん。もう美味しい。キラキラストーリー。キラキラ、このスープが美味しいんですよ。ちょっとまだ食べ足りないので2軒目移動します。油そばあったー、近いそこです。右側、油そば行きます。じゃんじゃんじゃん。油そば、この玉ねぎをたっぷり入れるとめっちゃ美味しいです。ファミレス買いました。あ、お願いします。確かにもういい解放してますよ、ね。うん、まずは、少々かき混ぜてください。少々というか全体的に、はい、かき混ぜて下にソースが溜まってるので、いただきます。うん、うん、うまい、うまい。うん、こういう辛みとか、もう玉ねぎも足していって、ラー油っぽい感じですかね。ごちそうさまでした。美味しかった。ごちそうさまでした。いいね。こういうラーメン。ウーロン茶。ウーロン茶2つと、ジンジャーエール1つ。粒がいい。おでんもいいですね。乾杯。
食べた後とこういうのびっくりした。こういうお店好き。わかるわかる。おいしい。おいしい。夏前宿？めっちゃおいしい。でもおいしい。熱燗とか飲めます？飲む機会があんまりなくて、焼酎とかってこと？日本酒です。飲んでみたいって感じ。なんか普通に飲めた記憶がある。あ、本当ですか。てかむしろビールとかより飲みやすい。あ、じゃあ私ちょっと熱燗1号頼もうかな。うん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 、すいません。半だけをもらいたいんですけど、ノーメール？飲めます。ちょっとだったら。じゃあ2号ください。2号。すごい。すごい。飲めそうだったら言ってくださいね。うん、ありがとう。テッサとかもある。テッサで3000って安くないですか？お刺身みたいな。そうです。すごい、すごい。みんなで食べましょう。もりもりですね。わさびも美味しそう。なんかお醤油入れちゃいます。はい、プリプリ。うん、コリコリ。ね、コリコリ。うん、おいしい。すごくおいしい。ここ最近で食べたつぶ貝のナンバーワン。つぶ貝日本酒最高だわ。おいしそう。いただきます。だしすごくおいしい。私初おでん。おはよう。食べた？おでん。昨日食べた。昨日食べたもの。食べたおでん。確かに。昨日一人でラーメン食べて、夜でまたその夜営業後にスタッフと居酒屋みたいな行ったんですよ。そこでおでん食べた。そうなんだ。おでんなかなか食べる機会なかったな。でも今日とかめっちゃ寒いじゃん。だから、ね、ちょうどいい。めちゃくちゃ。そうですね。それでさ、今さ、どのぐらいだ始まって、ここ5ヶ月くらいかな。でもやっぱ今日動画見てても肌やっぱ綺麗だなってすごい思った。本当ですか？家でさ、ちゃんとスキンケアやる。最近ちょっと切らしてて、スキンケア、サロンのやつ使ってるんですけど、それが切れてたから、なんか違うの使ったら、ちょっと反応。そうなんだ。サロンのやつ良かった。やっぱりいいですね。その時の天然物使ってるから、なんか季節によって匂いが変わったりとかあります。同じ商品ですけど添加物が入ってないとか保存量が入ってない。それめっちゃいい。あったかいところだと保存量が入ってないから雑菌がすぐ繁殖しちゃうんですよ。だから逆にお風呂場に置いていても大丈夫なスキンケアほどなんかいろいろ入ってて危ない。そうだよね、添加物ね。良くないっていうよね。定期的に通えたらね、本当にいいよね。いただきます。あ、青のりだ。美味しい、美味しい。シンプルさ。え、何？何？これ持ってる。
高です。ありがとうございます。ごちそうさまでした。さすがに苦しいですね。苦しい。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかったです。美味しかったです。でもみんなが同じテンションでいけるってすごくないですか？もういいよっていう人一人もいないっていう。はい、それでは帰ります。お疲れ様でした。